ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。スシローの事件は収まったかと思ったら、また、違うことが出てきちゃったねー。ペロペロしているやつだけだと思ったら、違ったんでしょ？うん、そうだね。テーブルの醤油差しの注ぎ口に直接口をつけたり、レーンの上の棚に積んである湯飲みを手に取って舐め回して元に戻したり、レーンを回っている寿司にわざと指で唾液をつけたりするする動画が拡散しちゃったんだけれど、改めて聞いてみると、やっぱり、悪質だねー。うん、それで、この動画が拡散したことで、スシローが被害届を出して、加害者の少年は親と一緒に謝りに行ったんだけれど、スシローは被害届の取り下げをしないで、警察と相談させていただきながら刑事民事の両面から厳正に対処してまいります、とコメントしたんだよ。相手は子供だし、さすがに反省しているだろうから、許してあげてもいいかもしれないけれどねー。そういう声もあるかもしれないけれど、ここで許しちゃうと、また同じようなことをしてしまう人がいるかもしれないから。その抑止力という意味でも、スシローは、ここで、引けないよね。それはそうだよね。それと、他のお客さんの手前、ここで、きちんとした対応を取っておかないと、ということもあると思うんだよ。ああ、そういう意味合いもあるのか。この件が報じられてから、スシローの株価は急落。たった1日で145円も株価が急落したんだよ。スシローは、発行済み株式数が1億1600万株株だから、単純計算で、時価総額の160億円が吹き飛んだことになるんだよね。160億円が吹き飛んだって、それは、ごついねー。まあ、株価はすぐに戻ったけれど、一時は、株でも受けるために、スシローテロを仕掛けた黒幕がいたんじゃないか？なんていう話もあったよね。少年を雇った黒幕がいたっていうこと？さすがにそれは、想像力がたくましすぎるよ。そんなことする人いないでしょ？まあ、今回はそういうことではなさそうだけれど、今後、この手口で儲けようと思う人がいても不思議じゃないよね。例えば、ハッシュタグや闇バイトとかで、メンバーを募って、そういうことをしようとする悪い人がいるかもしれないよね。ああ、その手があるのか。まあ、ハッシュタグや闇バイト仕事を探している人にしてみても、強盗とかよりは、TikTok でおバカな姿を晒している方が、まだ、いいもんねー。これがエスカレートしていくと、意図的に食中毒事件を発生させたりして、シャレにならないことを考える悪い人もいるかもしれないよね。それで、株価を急落させても、儲からないでしょ。でも、1980年代に世間が震撼したグリコ・モリナガ事件の犯人の目的が、株価操縦だったという説は、根強く囁かれている説だからね。そしたら、毒を入れるっていう発想は、あながち、妄想では済まないかもしれないねー。だから、ここで、スシローは、加害者が謝ろうが、加害者が少年だろうが、一歩も引かずに、警察と一緒に厳正に対処するっていう、断固たる方針を取らざるを得ないっていうことなんだと思うんだよね。なるほどねー。ところが、このスシローペロペロ事件の後も、同じような事件が相次いだんだよね。スシロー以外のところのテロ動画がどんどん出てきたよねー。うん、はま寿司では、他人が注文したお寿司に、勝手にわさびを乗せる動画が出て拡散しちゃったし。わさびを乗せてくれるのは親切だねー。誰も、そう思わないでしょ。はま寿司では、他にも、他人が注文したお寿司を一貫だけ食べちゃうっていう動画も出てきたんだよ。それはダメだよ。絶対に許せないねー。他にも、くら寿司では、一度取ったお皿を、また、レーンに戻す動画も出てきちゃったんだよね。取ったお皿を戻すって、くら寿司は蓋がついてるから、そんなのできないでしょ。それが、この動画では、お皿を戻した後に、蓋をきちんと閉めているんだよね。それは、きちんと蓋を閉めるなんて、偉いじゃん、っていう話にはならないよね。うん、なるわけがないよね。だって、蓋を閉められちゃったら、そのお皿を取っちゃう人がいるでしょ？ああ、そうか。それはやばいじゃん。そうなんだよ。それで、回転寿司各社は、それぞれ、警察と連携して対応していくっていうスシローと同じ姿勢を示したんだよね。まあ、それはそうなっちゃうよねー。そんな中、また、スシローでのテロ動画が出てきちゃったんだよ。今度はスプレーをかけていたんでしょ？うん、レーンを回っているお寿司に、消毒用のアルコールスプレーを噴射している動画がインスタグラムに投稿されたっていうことなんだよ。消毒用スプレーを噴射したお寿司って、食べても大丈夫なの？さすがに、毒を入れているのとは話が違うけれど、実際、2022年5月には、島根県で消毒用アルコールを舐めた5歳の女の子が、急性アルコール中毒で搬送されるということもあったから、許されることではないよね。スシローは、子供が多いから、心配だねー。でも、なんで、みんな、スシローで事件を起こしちゃうんだろうね。そうだよね。ということで、この動画では、最近のスシローについて、さらっていくよ。
ゆっくりしていってね。そういえば、最近、スシローに行かなくなっちゃった感じがするんだけれど、なんでだろうね。スシローといえば、ここ最近、いろいろと、お騒がせの事件があったんだよね。え、そうだったっけ？2022年6月には、消費者庁から、景品表示法に基づく措置命令っていうのを出されちゃっているんだよ。何があったの？2021年秋頃からスシローが展開していた、新物濃厚ウニ包み、富山市市民考案新物ウニ寿司人流三種盛り、冬の味覚豪華カニ尽くしについて、おとり広告が認められたっていうことなんだよ。おとり広告？うん、新物濃厚ウニ包みっていうのは、100円でウニが食べられるっていうことだったんだけれど。ああ、昔のスシローは、普通に100円でウニがあったのに、なくなっちゃったんだよねー。それが、この時期は100円でウニが食べられるっていうことで、大人気になったんだよ。ところが、すぐにウニの在庫が終わっちゃって、食べられないっていう人が続出したんだよ。それは仕方ないんじゃないの？でも、夕食の時間帯を待たずに、ウニの在庫が終わっちゃうお店もあったり、安定的に提供できない状況なのに、テレビ CM をガンガン流したりしていたっていうところが悪質だっていうことで、消費者庁が動いちゃったみたいなんだよね。そうだったのか。でも、それを言ったら、この前のローソンの盛りすぎチャレンジも、かなりひどかったよ。ああ、あれも、全然買えなかったね。お値段そのままで、通常の 1.47 倍サイズになったおにぎりとか、クリームが通常量の 1.47 倍以上のプレミアムロールケーキとか、総重量 700g、1000キロカロリーオーバー、ゆで卵1個が丸々入ったナポリタンとか狙っていたのに、全然、売っていないんだよ。どこに行っても売り切れだったよね。それでいて、増量されていない、通常サイズのものは山積みになっているんだよ。それは反則だと思うんだけれどねー。うん、確かに、ひどかったよね。でも、スシローは、この消費者庁から指摘を受けた後にも、さらに、今度はビール半額の件でやらかしてしまったんだよ。ビール半額の件でやらかしって、何をやらかしちゃったの？2022年6月に消費者庁から措置命令を受けたスシローは、その翌月の2022年7月にビール半額キャンペーンを実施したんだけれど。お、7月にビール半額とか、いいキャンペーンじゃん。ところが、実際にビールを飲んだお客さんから、ビールが半額にならなかったっていう報告がTwitterに上がってしまったんだよ。え、ビール半額キャンペーンなのに、ビールが半額にならなかったの？なんで？それが、ビール半額の告知物を、本来キャンペーン開始日から掲出すべきところ、一部店舗にてキャンペーン開始前に店頭に掲出していたっていうことなんだよ。それは、すごいトラップだねー。それで、この告知物を見てオーダーしたお客さんは、当然のことながら会計の時に揉めたんだけれど。お店の人は、あれは、予告なので半額にはできませんの一点張りっていうことだったんだよね。それはダメだよ。結局、スシローは、お客様には大変なご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げますというコメントを出して、対象者には返金対応をするっていう発表をすることになっちゃったんだよね。まあ、スシローもわざとやったわけではないけれど、ちょっと、お粗末すぎるよねー。ただ、このビール半額は、他にも、いろいろとケチがついちゃって、この半額キャンペーンで出ていたビールは量が少ないんじゃないか？っていう疑惑も出てきちゃったんだよね。え？そんなせこいことをしていたの？さすがに、量が少ないっていうことはありませんって、スシローも言っていたんだけれど、もう、誰も、スシローのことを信じられなくなっていたのかもしれないよね。一度失った信頼を取り戻すのは大変だな。それと、このビール半額キャンペーン中に、ビールが売り切れになるっていうこともあったんだよ。え、ビールが売り切れになるって、そんなことあり得るの？スシローは、コロナ禍前の夏の生ビール需要実績を踏まえて、その2倍近くの量を準備したんだけれど、想定を上回る注文があったって説明していたんだよね。でも、消費者庁から措置命令を受けた翌月に、同じような品切れ案件を出しちゃったのは、まずいよね。それはまずそうだねー。このことで、スシローは、全国の少なくとも17の店舗で品切れがあったと認めて謝罪に追い込まれたんだよ。そんなことがあったのか。さらに、スシローには、マグロの偽装疑惑っていう話もあったんだよね。え、マグロの偽装って、何それ？週刊新潮が暴いたんだけれど、ところジャパン2時間スペシャルと内村見えるかテレビで、スシローの人気の秘訣を探るっていう内容の放送をしたんだけれど。ああ、なんだか最近は、そういうテレビばっかりだよねー。それで、この番組では、一般的な回転寿司ではキハダマグロを使用しているお店が多いんだけれど、スシローは味が濃厚なメバチマグロのみを使用しているっていう内容だったんだよ。それが嘘だったっていうこと？
いや、実際、メバチマグロの方が希少性が若干高いっていうことなんだよ。味が少し濃厚だとされているから、キハダマグロと比べて、仕入れ値が約 1.2 倍高くなっているんだって。そうなんだ。それが、なんだか味がおかしいな、と思った専門家が鉄火巻きをテイクアウトして、マグロを DNA 鑑定に出したっていうことなんだよ。おお、すごいことするな。そしたら、ある1店舗で使われている鉄火巻きのマグロがキハダマグロだと判明したっていうことなんだよ。DNA 鑑定だったら、言い逃れできないねー。これに対して、スシローは、握り寿司のマグロは間違いなくメバチマグロだが、鉄火巻きに使用しているマグロの魚の種類につきましては、社内確認の結果、70% がキハダマグロ、30% がメバチマグロを使用していることが判明しましたっていうコメントをしたんだよ。鉄火巻きは違ったけれど、握り寿司は、絶対大丈夫っていうことだったのか。まあ、でも、嘘をついていたことに変わりはないから、スシローにとっては大きな打撃となったんだけれど、この記事が話題になると、スシローはリリースを出して、週刊新潮に対する回答を変えてきたんだ。その対応はダメでしょ。スシローは、マグロを使用したメニューは多数用意しており、本マグロ、インドマグロ、メバチマグロ、キハダマグロなど、そのメニュー構成や仕入れ状況、時期などにより使い分けてご提供しているって言い始めたんだよ。ちょっと、話が変わってきてるじゃん。さらに、現在スシローにおいて100円税抜きで提供しているマグロにつきましては、メバチマグロを使用しており、キハダマグロは使用していない。あくまでも、握り寿司は、絶対大丈夫っていうことなんだね。それと、鉄火巻きなどにつきましては、キハダマグロやメバチマグロ、商品によってはインドマグロ、本マグロなどを、その時点の仕入れの状況やメニューの構成により使用しているっていうことだったんだよね。スシローも、最初から、味が濃厚なメバチマグロのみを使用しているなんて、言わなければよかったのにねー。週刊新潮の記事では、種が違うわけですから、産地偽装とは比較にならないほど悪質です。以前、阪急阪神ホテルズがバナメイエビを芝エビとして販売し、偽装表示として問題になり、社長が辞任しました。それと同等の悪質さだと思いますって書いてあるから、スシローもやばいなーって思ったんだと思うんだよね。なるほどねー。まあ、スシローとしては、消費者庁の措置命令の後の、半額ビール、それで、このマグロの偽装問題だから、不祥事の連発となってしまったんだよ。さらに、ここ最近のテロ動画だから、スシローにとっては、弱り目にたたり目だったよね。でも、最近のテロ動画は、スシローのせいじゃないじゃん。まあ、そうなんだけれど、スシローはこのテロ動画騒動の最中もやらかしちゃっていて。そうなの？このテロ動画騒動が起こると、スシローを応援する声が上がって、有名人がスシローを訪れる様子を SNS にアップするっていう動きが起こったんだよ。ああ、そういえばそうだったねー。YouTuber のはじめ社長とか、ヒカルとか、ヘズマリュウとか、青汁王子なんかがスシローに行って、スシロー応援を口にし始めたんだよ。さすがに、YouTuber は気を見るに敏だねー。さらに、YouTuber だけじゃなくて、みちょぱはインスタグラムのストーリーズで、いくらなどを並べた写真とともにスシローと投稿。みちょぱは130万人以上のフォロワーがいるから、この効果は大きいよね。みちょぱも気を見るに敏だねー。さらに、手越龍也も Twitter で人生初のスシローを言ってきたということで、自動で来るシステムもすごかったし、これだけ食べて会計もリーズナブルで素敵だねっていう投稿をしたんだよ。手越もいいやつじゃん。それと、小籔和豊もインスタグラムで悪い奴がいないかパトロールのつもりで行きましたがうますぎて食べ物に夢中になっちゃったよって、投稿したんだよ。小籔和豊も120万人以上のフォロワーがいるから、これも効果大だよね。小籔にパトロールで見つかったらめんどくさそうだもんねー。それで、ハッシュタグスシローを救いたいっていうのが生まれて、スシローに行く様子をアップする人が続出したんだよ。日本人も捨てたもんじゃないね。スシローもこの流れに応えて、ハッシュタグスシローを救いたい、たくさんの応援の声をいただき大変ありがとうございます。涙が出るぐらい感謝の気持ちでいっぱいです。うまい寿司を安心してご提供するために我々ができるお客様に精一杯を実施していきます。アキンドスシロー社長、新井康平とツイート。なんだか感動的じゃん。そして、スシローは、社内会議で、私たちの感謝の気持ちを、なんとか形にしてお返しさせていただけないかとの声が上がり、私たちに何ができるかを検討いたしました。その結果、やはり企業理念である、うまい寿司を、腹いっぱい、をご提供することが最善であるとの結論に至りましたとコメント。それはそうだよねー。そして、多くの声援が送られたことを受け、平日限定で全品 10% オフオフで販売すると発表したんだよ。スシローやるじゃん。ところが、この時も、スシローはトラブルを起こしちゃったんだよね。そうなの？
10% オフをするって言ったのに、一部のお客さんのお会計で 10% オフの金額が適用されていなかったっていうことなんだよ。それは、ダメじゃん。テイクアウトやインターネットでの注文、粉末緑茶や醤油ボトルなどレジ周辺の商品を購入した客の一部で、10% オフが適用されなかったケースがあったっていうことなんだよね。なんで、そんなことが起こったの？システムの不具合だったっていうことなんだけれど、スシローは前にもシステムの不具合を起こしていたことがあって。そんなことがあったの？消費税が 10% になった時に、消費税を取るのを忘れていたっていうこともあったんだよ。消費税を取るのを忘れたって、その時はどうしたの？この時は、その消費税分を、全部、スシローで負担したっていうことなんだよね。そうだったのか。今回の 10% オフキャンペーンも、せっかく、いい話だったのに、システムトラブルを起こしちゃって、もったいなかったよね。感謝の 10% オフキャンペーンで、10% オフできていなかったっていうのは、残念すぎるねー。そうだよね。スシローは、今後、大丈夫なのかなー。まあ、今回のテロ動画はスシローのせいではないとしても、いろいろとトラブルが起こっていて、客足も減っているみたいだから、心配だよね。でも、スシローが不調なのは、トラブルのせいじゃないと思うんだよ。じゃあ、何が原因なの？やっぱり、スシローって、全部100円なのが良かったわけじゃん。それが変わって、高いお皿が出てきたり、一番安いのでも100円じゃなくなっちゃったのが原因なんだと思うんだよね。それはそうかもしれないね。だから、スシローは原点に帰って、全部100円にするべきなんだよ。そしたら、スシローは大復活間違いなしだよ。それは一理あるかもしれないな。それと、オーダーのタッチパネルをやめて、オーダーはインターホンに戻すべきだよね。それは、戻さなくていいでしょ。最後まで、ご視聴、ありがとうございました。